こんばんざーい。こんばんざーい。はい。おいでー。おいでー。いかきめー。むーしー。鳥。いやいや、あっ。鳥、鳥、鳥、鳥。あ、こっち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 。あ、こんばんざーい。こうか。こんばんざーい、みなさん。お外から。はい。来ました。というわけで12時間配信リレー1枠目でございます。私たちはね、そう、今から虫を捕まえに行くということで、行きます。行きます。早速絶対に捕まえたいから。えいよ、えいよ。ちなみに参加予定だった藤崎ふみさん、はい、現在遅刻中でございます。スペシャルゲスト遅刻中です。そのうち来ると思うので、うんうん、待っててください。じゃください。今年よね、これ。あ、はい。え、何取れると思います、今日？セミ。いや、セミめっちゃ鳴いてるんですよね。本当に多分音聞こえるよね、みんな。そう、すごい鳴いてるから絶対セミは取れる。セミは取れる。でもカブトムシを捕まえたくて。そう、それ。はい。そう、目的、うん、第一の目的は。そう、カブトムシ。カブトムシです。取れると思ってきてるのでね、私たちね。そうなんですよ。でもさ、私ラッキーガールっていうことがあるじゃん。確かに、ある。ラッキーガールだから減るんだ。絶対取れます。絶対取れる。みんな応援しててね。応援しててね。なんとね、虫かごもちゃんと。そう。二人とも用意してますし。用意してます。双眼鏡もバッチリ。バッチリ。探せる。探検隊。イエーイ。イエーイ。あと一応カブトムシゼリーも持ってきます。あ、そうだ。そうだ、カブトムシゼリーもありますよね。すごい鳴いてるんだよな。上の方なのかもしれない。あ、今日なんですけど、うんうん、あの配信リレー中12時間はずっとオンラインのページが空いてて、うん、そこからその企画のオンライン特典購入できるので、ぜひ、ぜひ今はツーショット、ふみさんが来たらスリーショットとかもお待ちしてます。お待ちしてます。でそのコメント欄とかリプとかで教えてくれたら嬉しいです。教えてください。内容もどうする。え、そこら辺めっちゃいそうじゃないですか。確かに。万歳、皆さん。タイムリミット1時間しかないからね。そうなのよね。指が落としちゃった。あ、待って、セミいた。嘘、嘘、嘘。トロ、トロ、トロ、トロ。行きます。え、待って、待って、外亀にする、外亀にする。待って、早速、セミがいました。いました。なんかちょっと短いよね。これ外亀にできないんだが。嘘。え、なんか、え、あった。ここに、皆さん、ここにいますよ。じゃあ、ちょっと遠いかな。怖い。届かないです。皆さん届かないです。え、無理かな。ここに木があるんだよね。確かに。もうちょっとこっち降りてきてくれない？ねえねえねえ。無理か。ちょっと低めのセミ探しましょう。え、でもいた。嘘、どこ？じゃなくて、あ、そう、いたいた。ここに。わかるかな、あの一番、これ多分映ってますよね。映ってるかも。そう、セミ一番見かけるタイプのセミがいました。頑張ってこれを捕まえる。捕まえたいな。でも、うん、捕まえたとこでうちら触れるか問題あるんですよね。そうなんだよね。ちょっとセミはちょっと怖い、触るんだけど。触れないかもしれない。まあ、カブトムシは触れる。ふみさん逆、電車逆方向に乗りまくってそう、ふみさん朝から急いで、ふみさん連絡が、ふみさんが昨日なんかノリでライブ前にふみさん来るって言ったら来たーって言ってくれて、あ、待って、いる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 、ないかも。いないか。でも皆さん、セミのいい捕まえ方とかよかったら、うんうん、ぜひ教えてください。でも幸先良くないですか。ね、返し5分もしないでセミ一匹見つけちゃったから。見つけたよ。すごい森なんですよ。いや、超森。めっちゃ森だから。ねえ。なんか、ないかな。何取れる？何取れる？セミと。ねえ。セミ。セミばっかになっちゃうのも。でもさっき、あれもいた。何、トンボ？あ、嘘。トンボもいたから。欲しいな、トンボ。ねえ。秋っぽい。すごい。セミやっぱりだ。なんかすごい。ん？ね、ブドウみたいな。ブドウがなってる。ブドウとマスカットがある。あ、いた、いた。あ、いた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 。
あっち行っちゃった。なんかどっかにセミいたんですよ。で飛んでた。飛んでた。どっちがいいんだろうね。ずっと外カメラの方がいいのか。確かに。交互に映しますか。外カメラって。そうだね。確かに。最初はあゆみさんが映る番。あ、了解でーす。イエーイ。最初はあゆみさんが捕まえます。捕まえるぞ。えいえいよー。ポイントちゃんにする？あ、確かに。面白い。いっぱい撮った人が勝ち。いや、いっぱい撮った人勝ち。意外といるんだよね。いや、いるかも。そうだよね。バッタとか。さあ、めっちゃ盛り。めっちゃ盛り。あ、すごい。え、ののかちゃん、目はいい方？悪いです。おー、これは。めっちゃ悪いですよ。めっちゃ濃いこれ。あ、そう。あ、めっちゃ悪い撮れるんだけど。やばい。どうしようかな。カマキリとかいるって書いてますよ。あ、いいじゃん。下本当にいいのかな。いそうだけどね。ミストリー探検。小麦ってなんだ。小麦。え、こっち行く？あ、結構すごそうだよ。めっちゃ森に来た。本当にすごそう。二人ともちゃんと虫除けをして。そう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 。絶対、あ、蝶々いた、蝶々、蝶々、蝶々、あ、蝶々、ちょっと蝶々早くてね。ね、早いよね。どこかな。一応ちゃんと通れる道とか通ってるので、はい、侵入禁止な場所には行かないです。全然行きません。ほら、柵の中に入らないでくださいの、外にいるから大丈夫。いるかな。なんか下歩いてる。あ、ちょ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 捕まえる。あ、いいですね。狙いでした。こっち行く。こっち、こっちじゃないですか。こっち行こうかな。多分こっちがいいですね。はい、ふみさんとはいつ寝坊入りできるのか。いや、本当にこれ見てる。ふみさん今多分見てますよ。おー、ヘビいるかな。トカゲとかも好きなんだよね。トカゲ？トカゲ。トカゲ？トカゲ。触れるんですか？トカゲは触れる気がする。嘘。え、ふみさんから今どこって来たんですけど、さっきの場所ですよ。さっき言った場所と大体一緒です。今。大体一緒です。え、ふみさんはね、触れるからね。そう。めっちゃするじゃん、音。ね、雰囲気めっちゃいいでしょ。めっちゃ音するのにいない。どういうこと？子供すごいね。確かに。なんであんな捕まえれるんだろう。ね、私の目には全く映らないんですが。いた？やだ。蜂は逃げろ。逃げろ。怖い怖い。黒いから刺されちゃう。ハチと出会う可能性もあるもんね。そうなんですよね。ワンちゃん。ワンちゃん。あ、でもこっちもいそう。ね、こっちが。結構さ、檻に入らないのみたいな。あ、はいはい、中には。外側の木しか捕まえれない。ね、外側しか捕まえない。虫より先にふみさん捕まえてってキャメとかね。ふみさん捕まえよ。ふみさん。この網でね、ふみさん捕まえます。ないんだね。え、本当にいない。ちょっと。私ちっちゃい頃、木蹴ってたんですよ。マジ？木蹴ったらカブトムシ落ちてくるみたいな。すごい。本当に。いや、めっちゃ捕まえる気は満々ですよ。満々ですね。そう、超満々。じゃなきゃこんなね、外企画やらないですからね。本当にそう。暑い中でやろうってなんないからね。そうなのよね。超違うな。え、さっきのセミやっぱり欲しいな、ね、欲しいな。もう一回回る？なんかいた？
に落としちゃった。あ、いたた焦ったJR 止まんねーありがとうありがとうございますかっこいいマスクつけてる人でしょ。そうですよ、かっこいいでしょ。ということで今日はじゃあカメラマン兼おカメラマン兼であの全然いないでしょ。さっき行ってきて見えたんですけど、どこにいたの。あっちあそこにいました。でも日が照ってるところのが多分いるよ。あ、そうなんですか。逆に暗いところかなって思ったんだよね。曇りだから、はい、あ、いいの？そう、腕長いから。これちょっと重いんで気をつけてください。はい。じゃあ角度変えてもいい？いいですよ。いいじゃん。あ、すごい入ってく。いやいや。カブトムシいるっていう情報をももこちゃんが。え、そうネットで見たから。多分川辺とかのが いそうだよね皆さん。そうそう。今日どん天なんですよ。どん天。どん天どん天。どん天返し。どん天返し。どん天返し。絶対に。捕まえる。T シャツに芋ジャージだ。そう、あ、バレた。芋ジャージかこれ。そう、あの同じ事務所の芋ジャージジャパンさんの藤崎さんから、ね、そう借りたんですよ。同じ名前だもんね。そう、あのなんか似てるってよく言われるんですけど。あれやりたいんです。あれやりたいです。やるか。やりたい。もうもし残りの15分で。うん、そう。だって私を捕まえた時点で一笑い取れてるから。確かに。あとね、ちっちゃいよね、これが。なんか金魚すくいするんかなみたいなサイズ。でも一応虫釣り用ですよ。釣り用。一度あるからワンちゃんも魚釣りに。そう、それで、すくい。そうそう。え、音って金魚。この上ででもさ、もう森じゃないもんね。確かにね。そうなんですよ。都会の公園怖い。わからん。めっちゃ広くて、ここ。ワンちゃん、ワンちゃんめちゃくちゃいるんですよ、ね、さっきトリプいた、白いトリプいた。ワンちゃん、もうちょっと茂み欲しいよね、茂み欲しいけど、日の光があんまり照ってない。そう、ワンちゃん、かわいい。ワンちゃんを捕まえたいです。ダメです、キノコ、キノコ、キノコ捕まえといたら。あ、溢れちゃった、気持ち悪い。じゃあ一回キノコ見ます。これも聞いたら最高なんだけど。確かに。セミちゃんよくさ、セミの木柄をさ。あ、虫いたよ、虫いた、ほら。あ、虫いた。あ、虫いた。虫いたよ。虫いたよ。言えなくちゃ。え、ちっちゃい、ちっちゃい。ちっちゃい、ちっちゃい。はい、蚊が。蚊が。蚊が。蚊がとかじゃなかった。蚊です。はい、捕まえました。私の腕で。虫よけになりましたか。あ、塗ったけど、家の前。あ、じゃあ、これで蚊が。うわ、潰れた。なんか、なんか下の人の血みたいに出てきた。虫大事？カブトムシ逃げちゃうかも。確かに。ここら辺いそうだよ。絶対いる。意外と子供がね、むっちりしてないんだよ。してない。都会の子はむっちりしないのかもしれない。ナウイ子たちはしないんじゃない？絶対いる。だってうるさいもん。そうなんだ、うるさいもん。あそこら辺やばそう。いや。音増えてきたよね。ね、増えてきた。あと松の木があるんで、松の木が多いの。これですね。これ松の木なんですけど、松の木って結構虫いるイメージある。下も見ないとね。ほら、音でわかるかな。でもセミめっちゃいると思う。めっちゃいる気がする。なるかな。ね、降りてきてくれないかな。めっちゃ高いから。そうですね。いや、それともでかいよ。いた、いた、いた、なんかいる、なんかいる、なんかいる。虫の抜け殻。取れそう。取れないか。大丈夫、行けそう。あ、待って、なんか弾いたから気をつけて。声でかいよ、この子。実は。身長高っ。なんか行けそう。こんにちは。いいな、抜け殻欲しいな、頭に乗っけたい。頭に？うん。抜け殻取ろうじゃん。でも、あんまりそうだね。ねえ、なんかね、服にもありそうだね。ママのとこに来て、洗わないといけないよ。何を探し、あんた何をしてるの？抜け殻を探しなんですよ。こっち入っちゃうからね。確かに。あの、あー。あ、ワンチャーリー。あ、
もしてます。ボリミア。ドカメにしようか。あいちゃん。富士山が見える。富士山が見える。よかったね。すごい本気だから。あ、そしていいもの持ってきた。そうだな。すごい袋だね。あ、忘れた。うん、は？今のカットでね。なわさび持ってこうとしたの公園だから。そう、網やばくない？マジこれさ、水槽のゴミ取る。そうなんだよ。本当にそれだよね。でもそれなんですかね。一回見ていい？違うと思うんだけど。だって普通こう取ってくるってやらなきゃいけないけど、くるってするこうさ取ってさくるってやってさっていうクルーができない。確かに誰かまあ借りるっていう、子供に借りるっていう、最低コミュニケーションを取るっていう、パチろうとしてる。すごいよ、緑のコミって入りましょう。緑のコミって入りましょう。待ってどんぐり。アリちゃん生き物なんか見つけた。でも中に虫いるかもよ。確か入れとこうじゃん。なんでかれあ、これ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 、ねえ、もうバカバカ、どうしよう。これさ、一回置いといてさ、一回食べたら食べちゃいます。ダメです。10分前とかになったらさ、確かに、どっかに置いてる。ダメだよ、不法投棄だよ、それ。ダメだ、怒られちゃう。私有地ですからね、公園は多分。しながら止まるかもしれないから。危ねえ、私行ってよかった、こいつら置こうとしてる。不法投棄、本気で。じゃあ階段登っていただいて、こういうとこにもね、もしかしたら虫いるかもしれないので、うん、確かに。あれ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 取れない。もう一回、そういうゼリーかもしれない。あ、なんかオーガンジー履いてる。オーガンジー、オーガンジー、カラフル衣装ってことですね。そうですね。ゼリーは開けないようにって言われてるよ。ええ。なんでダメなの。いいんじゃない。でも置いちゃダメだよ。なんか何のかちょっと持っとかなきゃいけない。でカブトムシがやってくるまで待ってる。うん、一応カブトムシゼリーだもんね。そうなんですよね。はい、オッケー。オッケー。うん、持って歩くらしいよ。よくわかんないけど。うん、まあいいや。あれってさ、持って歩くやつじゃないよね。わかるよ。私もわかる。うん、でも彼女は、うん、置くらしいから。ああ、なんでもないよ。すごい、一応右手に持ってる。何？あ、でこういう、あ、でこういうツルツルな木よりは。ギザギザ。蝶々いた、蝶々。蝶々いる。入るのかな、ここ。入んないわ。ダメだ。うん。ちなみに今、17分。やばい。やばい、結構取んない。やばい、やばい。今、どんぐり1個だよ。やばい。私もどんぐり探さなきゃ。どんぐり探せよ。え、でも、いそうな気がしてる。うん。いるよ、絶対。虫はね、いるんだよ。必ず。ただ、届く場所にいるか。そうなんですよね。一緒に欲しい。あまりキノコ。どこ？可愛いよ、このキノコ。あ、本当だ。見て。触っちゃダメだよ、一応ね。キノコです。キノコです。売れますか？いや。ダメです。ダメです。ダメです。ダメでした。ダメです。明日ライブがなければワンちゃんでした。ああ。ダメです。虫がね、やっぱ上の方にはね、聞こえるんだけどね、鳴き声が。いてもおかしくないよ。みんな見えるんだよね。皆さん。これからすごいのいたかも。何？虫じゃないか、ゴミ。え、虫だ。でも死んでるでしょ。あ、閲覧注意です。閲覧注意です。ピーピー、ちょっと待ってね。やばい。ちょっと死体かな。ツンツンってしますか。うん、もうこれで動いたらわっって。やだ、もう嫌い。ハイマル。わぁ、びっくりした。あ、見てなかった。ハイマ捕まえるな。これは死んでる。じゃあ明日キモい。はい、ちゃんちゃん。はい、はい、いいよ。はい、日本のところへ。はい。ちょっとしたキモい虫がいましたね。名前は分からんが。何何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 どこどこ。え、これですよね。お、あ、違う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 。ガガいますね。え、ちょ、こっちにもいる、こっちにも。あ、捕まえよう。2つ、じゃあ私上。え、せーので取る人。せーの。きたー。きた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 。さあ、じゃあ、どうしようかな。え、触ってもいい。いいですよ、これ何。クワガタだ、クワガタ。ポケブリって伝える、それ。うん、嘘だ。ちょ、緑で見えない。一旦これ、ギャルのギャルのやつに入れてもらっていい。ギャルに入れる。これ何ですかね、皆さん。ちょ、一旦、あんまり浮かすと飛んじゃうからね。どこにいる今。わかんない。
あ、いるいる、ここにいる、ここにいる。あ、浮かしちゃダメだよ。ここにいるんですけど、わかんないな。一旦入れちゃおうか。ギャルに入れる。はい、これ、あんた入れれる。ルカさんですね。入れれる。あこれ絶対、あ、じゃあ、ダメだよ。手が荒れる、手が荒れる。じゃあ、いいよ、あっちやるね。誰か、じゃあ、結果、どうしようかな。あ、天才。私がやっちゃってごめんね。蓋がね、消えちゃうんですね。一瞬持ってたんですか。意外とね、私手2個しかないんですよね、日本車。はい、はい、あの、ちょっと開けてもらっていいですか。どんぐりもいるから。あ、すごい。そうやって入れればいいの。そうだよ、簡単、簡単。確かに。あ、でも死んだ。え、死んだ。死んだわけはない。あ、動いてる。はい、俺天才からのノロちゃん頑張れる。頑張る。入れましたね。ちょっと待ってね。今二人の子供をね、たいやー。え、ゴキブリ？待って、これ普通来てない、ちゃんと。どこに行った？待って。何やっちゃう？動いてない。練習喋んないで。おいで、おいで。ゴキブリじゃないよね。え、でも、これすごくない？コブドムシですよね。え、メスのカブトムシじゃない？ね、可愛い。じゃあ触る。それはね、待って、もう一匹いる。そこ？あいちゃん、ちょっとね、待って。あいちゃんね、ガばっかり捕まえてもね。頑張って、いけるよ。え、怖い。え、すまない、怖くないよ、これは。キモい、でもこれ足がキモい。カブトの方がキモいよ、でも。うん。だから、こっちの方が可愛いよ。ノノは今、可愛いギャル。可愛いギャルだからいけるね。いけるよね。いけるね。ギャルだから。今、ふみさんが入れた方法を盗み見てたのね。そう見てました。いいね。違う、あ、そうそう、それでもいいか。すごい景色。ね、出しちゃってる、出しちゃってる。どこ行った？あ、早く閉めて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 。わかんない、閉めてない。閉めてるよ。閉まったよ。でもいなくなりました。いなくないよ、いる。いるよ。いたいた。で、アイちゃんは何？これね、あ、うん、ガガいるの。違うのよ。アイちゃんもう、ガガいいや。やった、ガガいた。そう、ガガいた。もういいや。あ、いか。閉まってない？閉まってない？閉めた。そう、こっちが閉めた。いいですね。一旦ののかの体勢がキモいので一回見る。近づきたくないけど取れたから入れちゃったず。なにこれ、なにこれ。これを使ってね、隔離してます。一匹目これ何でしょうか、皆さん。見えないな、中身が。こっち来て、あなた。おー、飛んでる、すごい飛んでる。カブトだよ、カブト。なんかキラキラしません？カブこのだとしたらマジいらんよ。からの、アイちゃんは？ルカさん、ここにね、うん、不思議なガガいます。ドラゲンとどんぐりがあります。どんぐりはいらないですね。うるさい、これ。すっげーキモい。うるさい。ってことでね、まあ一匹取れたので。確かに、まあ、次行っちゃいますか。本当は蝶々が良かったけどね。蝶々が良かったね。まあ、蝶々がいた場合は一回ガを離して、うん、そうですね、取りましょう。この間ですね。多分疲れるか分かんないから。カナブンだって。ね、カナブンだってよ。え、カブトムシってことにしよう。カブト。あとで、カブトムシだよね。カブトムシ。枝で、あの、アロマルファです。そうそうそう。アロマルファ好きよ。カブトムシにしとく。そう、あのね、カナブンのキモいところは、音がキモいですね。めっちゃブンブン言ってる。ブン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 。ちょっと危ないかも。蜂とそれも蝶々がガガすごい戦ってる。一回降りますか、じゃあ。降りましょう。確かに。怖っ。怖い。蜂は怖い。大丈夫だよ。捕まえたからね。うん。一旦降りよう。蜂がなんかすごい区域。怖い。これさ、川向こうに渡ったらどうなるかな。川向こう。川じゃねえわ。川って言っちゃった。湖のこと。川って言っちゃった。なんかロケーション的にも、うんうんうん、もうさ、捕まえたから俺らの勝ち。じゃあ捕まえた。でも同時に捕まえたからさ、ね、すごかったよ。同点ですね。同点だね。点数制なんだ。よいしょ。コメント読めなくてごめんなさいね。あ、急にありがとう。あ、ありがとうございます。かけられた。ここに虫除けお姉さん。お姉さん。内カメにしてます。はい。はい。ブン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 。ブランコしたいな。へいへいへい。そう、ソミンキーです。そう、なんかコマさんもいるね。さあ、コマもいるってこと。やったー。コマさんもいるってこと。え、何が来た。何が来た。
あなたね、あの虫かご出すのいいんだけどね、今ののかちゃんの顔面まだ大丈夫だね。カナブンでいっぱいいっぱいだね、今ね。カナブンにビビってる。怖い。なんかね。やっぱこういうとこにいないね。毎回いないんだよね。そう、5。え、どうしよう。うん、走れ。来た！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 来身長低すぎて言えない。嘘じゃん。え、取れない？え、こっちでね。そうなんですよ。ちょっと高い。とかいちゃった。オッケー、もうポーティーした。飛んでいっちゃったね。それが締めだよ。でもあの子は忙しい子だから、うん、確かに。捕まえても。ゴタボーマル？そうそう。セミヤマ、ゴタボーマルちゃんだった？ゴタボーマル。あの子はゴタボーマルちゃんね。あ、でも今の感じいるんじゃね？いる。私前抜け殻をさ、見つけたよ。ののかちゃん？見て。確かにいる。見つけた。ただ身長がやっぱり。あとね。え、急に？急に？あ、見つけた。頑張れ。飛んでいっちゃいましたね。だいたい多分 2.5 メートルあたりにいるね、基本。確かに。でも、もっと小さいのがいけるよ。これちっちゃいね。何でかいもん。絶対いける。見つけれそうじゃない？いるいる。目を凝らせば。うん。ただ、逆にいるんだね。とっても保護色ですね。あの、木と同じ色をしてらっしゃる。そういうことか。そう、だから見つけにくいんですよ、虫って。そうそう、だから葉っぱら辺にいる人たちとかさ、下にいる人たちってさ、カマキリとか緑じゃん。そう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 。確かに。だから一応鳥とかから逃げるために。そう、だからセミはキモい茶色。すごい牛博士みたいになってる。あっちね、でミミズは下に潜るから茶色でしょ。そうそう。じゃあ人間はなんで？で、人間は可愛いから肌色。あ、可愛いや。そう、うちらは可愛いってこと。あったまり。いそうやけどな。絶対いる。絶対おるよ。こんだけミンミンしておるもんみたい。ミンミンしてる。ミン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 。え、でもさ、あの日にいたってことはあのツルツルにもいる。確かに。見てみる？全部探した方がいいかな。うん。多分一本一本見ていったら。テントウムシ、なんで赤いか。うちらが可愛くて照れてるからだよ。あ、照れてるな、全部言えるよ、私。適当なこと。あ、いた。どこ？高いね。あー、高いか。ちょっと高いな。みんな降りてきた。やっぱみんなで高いとこにいますね。高いな。高いとこ苦手なんだよ。降りてきたの。苦手じゃない、届かない。何今、高所恐怖症みたいになったの。届けてよ。こういうとこ良さやけどな。うん、でも本当に檻があって。檻？これ、うん、檻みたいな柵があってね。そう、あの湖の周りは柵があるので、こう手を、そう、伸ばせない。ベンチにすら行けないからね。こういうとこ良さやないかな。あの、うん、足がかゆいっすね。うん、足がかゆいんすか、急に。皆さん頑張って。視聴者の皆さんもいたって言ってくださいね。絶対見えないと思うけど。これ私たち同じから。そうなんですよ、共鳴しようと思って。ミャン、ミャン。あー、泣いてんだから泣いてんの。そうですよ、無意味じゃないんだ。乗りたい。乗りたいね。乗りたい。場所どうせバレるし。お魚にもあり。場所はバレる。バレる、バレる、バレる。え、でもミンミンちっちゃくなった。ちっちゃくなった。確かに。やっぱ家の周りだからかな。やっぱこう、あの木とかツルツルの木のがおるんかもしれない。あ、なんかちょっと網で足をかくってね。ずっとかゆい。かゆいときは網で足をかく。あ、ねえ、ポリポリしないで。ねえ、かいたじゃないよ。いいな、足がかゆくなってきてましたね。
あ、ということで、まあ、ここでじゃ宣伝をいたしますと、皆様から左上の赤いバナーからですね、一応、ただいま探検、虫取り探検隊の、特典がゲットできます。はい、黒 T と短パンというね、すごく元気な服装。私は、駒村村民 T シャツを着てます。あ、本当だ。ぜひぜひ。はい、虫をね、刺されましたね。こうやって、家のやつにこうやってシュッとすると、うん、蚊が来ないっていうスプレー買いました。うん、なんでここでやるのかな。うん、でもさ、移動するじゃん。移動するのになんでここでやるの。うん、だから移動するからついてくるよね。うん、ちょうだね。そういうこと、そういうこと。皆さんすいませんね。え、でもこれ橋渡るのワンありだよ。確かに。渡りましょう。行こう行こう。あとね、水分補給もしてくださいね。はい、皆さん、おい全部あの空気の流れ的に私の顔面に来るんや。そう、あのこの公園のね、一つでもあるね、あのシンボルの辺頭公園の、あの辺頭公園、うちら頭公園の、はい、あのワンちゃんがいた辺頭公園のこのね、ロケーションも綺麗なのでね、特典かわいいよ。かき氷だね、閉まってるけどね。ねえねえ、お前らさ、ちょっと激辛で走んないがいいぜ。もしでも、じゃあ、あと1匹ずつ取れなかったらもうこれだよ。この後マック食べるんですけど。そうです。マックにかければ。マックにかければ。それがあるじゃん。すごいね。これすぎている。じゃあこれ、渡ってみますか。はい、渡りましょう。なんか、ちょっと木変わるね、あっち行ったら、おもろい。確かに。ちゃんから電話かかってこないですね。待ってるのに。待ってるんだけど。アメンボいる。アメンボ。これアメンボ取れてて、アメンボって、アメンボやろ。アメンボですよ。アメンボ。え？アメンボ。アメンボ。アメンボ。アメンボじゃない。アメンボベビー。ちなみに今32分ということで。やばいですよね。カブトムシ先生。あ、カルガモいる。ね、カムちゃん。カルガモじゃないかもしれない。あるな。トンボ説がトンボなんだけど。トンボ、でもこれ私網くれちゃうからさ。待って、そんなトンボ？トンボだよ。おかしくない？ちょっと。おかしいって何？ちょうちょトンボ。あ、じゃあ水辺にいるからちっちゃい。そうなの。ないですか？なんか泳いでる。見て。何あれ？なんか泳いでる。どれ？ピンピンだよね。ね、麦わら帽子が泳いでる。カメ？え？スッポン？スッポンかな？スッポンかな？それを取るしかないよ。うん、ダメだよ。あ、トンボ、マジトンボ、マジトンボ、マジトンボ。マジトンボ。本当だ。オニヤンマかな？あ、違うな。あ、来るよ。あ、あっち行った。これ、その持ち方何？え？どんな持ち方？おいでよ。アメンボ、ね、アメンボがやるよってね、うん、これで捕まえます。捕まえましょう。あ、魚が潜ってる。あのね、魚はそれで取れないね。あ、すごい、身が潜ってるね。うん、すごい、うん、すごい。でもさ、トンボもいることが分かったので、うん、ちょっと歩きながら行きましょう。人が多くなってきちゃった、ね、ちょっとなので下からアングルに変えますね。みんなが映っちゃうので、下からアングルです。ごめんなさい。めっちゃでかいカモいる。すごい。人の他の方が映んないように下からアングルにしてます。よいしょ。え、すごい近いところにいる。こんにちは。あ、どこでかいん。あ、こんにちは。こっち見てくれました。あ、配信にすごいデスくれますね。デスくれる。噛みすぎじゃん。あ、来たよ。食べようとしてるの君、もしかして。食べる。あ、でかい、ほらデス来たよ、これ。僕サービスショット。撮ったらあれじゃん。あ、怖い。見てる。怖いよ。怒ってる。見てるよ。怒るよ。これ威嚇してんの。絶対そうですよ。わ、やばい。常に切れてる。そう、威嚇だから体大きく見せてんじゃない。でも私たちのでかいから。うん、やば。何そのマウントで。あんたなんか負けないんだから。いや、ギャラじゃん。ギャラだってギャラ。負けないんだから。終わり？ちょっと怖くなっただろ。はい、できます。鳥に威嚇されて負けました。負けました。人間なんだけどな。
みんなありがとう、見てくれて。自然光やと漏れそうやな。漏れるよ。ただまあ、ね、3人でもし撮る場合は。え、どれどれどれ、すっぽんいた。皆さん見えてますか、スッポン。え、すごい。どうしたら、ごめんね。え、ちょっと困る。ふみみたいな笑い声してる。スッポンですかね。絶対スッポン。だって顔長いもん。顔長いもん。顔がしずくちゃんみたいな感じわかる。え、スッポンだわ、多分。しずくちゃん。誰か情報。あ、待って、トンボ。あ、トンボいる。トンボどこ？トンボ取れたらでかいよ。ちょっと、スッポン取れたらでかいよな。スッポン？ダメだよ、そったら。ダメだって。え、スッポンカブトムシゼリー食べると思いますか？食べません。やってください。不法投棄です。あバレちゃう。スッポンがいるということが分かりましたね。ねえ。見えた？みんな。カチラコウヤすごい強いと思う。強い。言ったな、名前。この人。カチラコウヤ。何かしら、あ、何かしら公園どう？めっちゃいい。めっちゃいい。何かしら公園いいね。他の人ね、映せないのでね。あ、ボートアリバとかある。そうなんですよ。ワンチコ、ワンチコ。かわいい。ワンチコ、ちょっと空しか映せなくてごめんね。今、一般の方しか、あ、私は映せばいいんだ。そういう時はね。かわいいね、ワンちゃん。ちょっと外側目。うん。うん、うんちするって。あ、そうなの？ふんどかける3。ふんどふんどふんどだったね。かわいい。3ふんど。湖に入ってた。入ってた。風呂入ってた。風呂入ってた。くーちゃん。不思議な。くーちゃんあれアメリカにいるのかな。確かに時差がある。時差があるのかな。何が大丈夫？ああ、ありがとうございました。画面がですね、ずっとちょっとなんで？一回さ画面が、え、でも超えれば戻りますよ、縦に。なんないのよ。え、それはバグ。あ、じゃあ来た。あ、来た。おーで、
びっくりした、くーちゃんからの電話の電気まで声が高すぎて。ちょっと上からにしますか。頑張って入って、頑張って入ります。みんなが入らないね。それで虫を取らねばならぬですが、まだ一匹ずつしか取らんと。すごい静かじゃない？え、多分死んでますか。うん、早くね。いや、起きてるよ。どうぞ、寝てる。おめでとう。足に止まったんだが。最悪。カナブンは最悪。カナブンは死んでる。ブンブンハロー。ユーチューブ。でもあんま動かないんだよね。死んでたのかな。生きてると思う。そう信じよう。上にだって登ってるから。信じよう。信じる。生きてる。今おねんねしてる。あ、でもさ、さっきよりさ、セミの音聞こえる気がするんだよ。確かに。これ右一個、左一個だよ。これ。じゃあこれで決めよう。いくよ。待って、待って。いいよ。こっちの方がいいか。いくよ。戻るやんけ。行け。じゃあこっち行くか。こっち行こう。はい。ワンちゃん。結構いそう。ワンちゃん、聞こえます。ね。